次に安倍智子さん。安倍さん、はい、社会民主党市民連合の安倍智子です。総括質問では今後の我が国のエネルギー政策についてお伺いをいたします。まず冒頭菅総理にお伺いいたしますが、まあ、この間菅総理が原発依存を低めていこうというお気持ちになられた経緯は先ほど枝委員とのやり取りでよく分かりました。さて我が国で今後新たな原発の新設、現在11箇所が計画中でございますが、これについては中止をなさるのか、すなわち5月に各国でアンケート調査をいたしましたときに、日本では新設に反対という方が 73% を占めておりました。まあ、福島原発事故の影響もあろうかと思います。まずこれから新設はしないのかどうか、これを一点お伺いいたします。菅総理、菅直人内閣総理大臣。先ほど来他の委員のご質問にも対応いたしておりますけれども、まずエネルギー基本計画の中で従来の計画では今安倍委員が言われたような新設なども含めて2030年に 53% 電力を供給するということになっておりましたが、それをまずは白紙に戻して将来の在り方を検討するということで今すでに検討に入っております。そういう中で当然ながら新設等の在り方についても従来通りということにならないことは当然であると思いますが、最終的にはその全体の議論の中で方向性を定めてまいりたいと思っております。安倍さん、まあ、もし新設をしなければ順次古い炉から、まあ、廃炉になっていきます。そこで2050年に、まあ、原発は我が国からはなくなるということでもあります。まあ、国民の多くの意識が新設は望まないということでありますので、社民党としてもそうした方針を掲げて、このエネルギーの、逆に不足が起こらないように今再生可能エネルギーをもっと促進すべきだと考えております。そこで海江田さんにお伺いいたしますが、まあ、海江田さんは総理が G8 で2020年代の早い時期に再生可能エネルギーを 20% にする、なおかつ太陽光 のパネルの1000万の設置をするということを聞いて、まあ、聞いておられないというふうにお話しされたそうですが、しかしよく見てみますと、すでに福田政権の時にもですね、2020年には250万戸、2030年に1000万戸という目標を立てておられます。閣議決定もされております。また、麻生政権でも2016年から17年で530万戸と、もうこの麻生政権の目標で言ってもですね、2020年代の早い時期は1000万戸というのはそう唐突でもないし、福田政権の閣議決定、麻生政権の方針、そこで驚いた、びっくりしたというのは、今までの自民党政権よりも再生可能エネルギーについては後ろ向きなのでしょうか。お願いいたします。海江田万里経産大臣。安倍委員にお答えをいたします。あの時の記者会見、これいわゆるぶら下がりでございますが、これはその1000万戸という話を聞いていたかということについてお尋ねがありましたから、そういう数字は聞いていませんということをお答えしたわけでありまして、その前提となる太陽光発電、これは当初は2030年に 20% ですから、計算をいたしますとおよそ5300万キロワットになりますが、これは私ども十分理解をしておりまして、それについては私も賛成でありますから、そこのところを何かですね、今おっしゃったようなその、1000万個聞いてたかと言われたから、それでも私は若干どうしようかなと思ったんですよ。それは一瞬間が空きましたから。ただ私はやっぱり嘘はつきたくない、聞いていないものは聞いてないわけですから、お答えをしたわけですから、それをもってですね、そういう言われ方というのは私は甚だもう遺憾でございます。安倍さん、だったら実は経済産業省のお役人が問題なんじゃないですか。閣議決定でね、すでに2030年、福田政権が1000万戸って言ってるんですから、そのことを大臣には言うべきですよ。そんなにびっくりしたとかいう問題ではないんだと
思いますね。次に菅総理お伺いいたしますが、まあ、今回法案が審議になっております再生可能エネルギーについては、今の太陽光以外にも小水力や洋上風力やさまざまな電源がございます。しかし現在のこの法案、経産省のお出しになっている法案で、果たして今申しました小水力や地熱あるいは風力が伸びていくかというと、ちょっとコストがそれ以上に、例えば風力発電では24円で20年間、小水力、これは特に農業とか重要ですが、25年間、25円で20年とか、地熱は24円で15年とか、やっぱりおのおの収益率というか、投資して収益が上がるような形で誘導しないと、ものは私は広がらないと思います。こういう電源種ごとにきちんと収益性を見るという考え方について、総理はどのようにお考えですか。海江田さんにはもう伺いましたので、これは。菅直人内閣総理大臣。まあ、今回の制度では、私の理解では、太陽光発電以外について、まあ、一定の範囲で、価格を定めると、それで太陽光についても、少しそれとは別の枠で定めるとなっているわけでありまして、そういう意味でどういう価格を定めるのか、この法案ができた、後の作業になろうかと思います。しかし同時に場合によってはこの法案の議論の中で、今安倍委員が言われたようなご指摘も十分議論の大いに議論する価値があると思いますので、議論をいただければありがたいと思っております。安倍さん。まあ、これは政省令に委ねられますので、しかし国として本気で再生可能エネルギーを取り入れていくかということが問われているのが今だと思います。ここにちなみに各国の投資額を一覧にしたものがございます。まあ、17兆円以上ですね、2010年で。そこの一番目は中国であります。4兆円近くを投資する。そしてドイツなどでは小型の太陽光パネルに投資する。いずれにしろ我が国はこの全然ランキングにも出てきてない、ランキング外、10位より外。これでは再生可能エネルギーは私は本当に普及していかないと思います。政府として挙げての本気の取り組みをお願いして質問を終わらせていただきます。これにて安倍さんの質疑は終了いたしました。